エゲーズは、フランス、奥下にー地域圏、ガール圏のコミューン。川からの眺めフランス革命以降、エゲーズはその領域を割用し、新たなコミューンのラバサンドマン、サンマルタンダルデシュが誕生した。コミューンは主に、アルデシュ川峡谷に面した、広大なウルゴニア大地の端にある森林とギャリグで構成されている。アルデシュ峡谷の南半分が、エゲーズの領域である。 アルデシュ川の北側から眺めた、この村は川に対して張り出しているように見えるが、実際にはわずかながら屈使場である。狭い石灰岩の壁が垂直に崖の先端を高くし、古くから要塞の設置を可能にした。テロワールの残りの部分はドウ畑やオリーブ畑に適した古代のお奇跡層で構成される。アルデシュ峡国の終わりで川を見下ろす。 崖の上に腰掛けており、エゲーズ要塞は、エゲーズ男爵とビビエシ教迫との対立を思い起こさせる。こうした領主間戦争は、アルビジョは十字軍で終わりを告げ、フランス国王と同盟したローマ教皇が勝利した。100年戦争の間、この地方は繰り返し野党集団に襲われた。それは、ジャックリーの時代だった。この地域では、テュシャンラが、 中東兵に酒を飲ませて酔わせるなどして、いくつかの都市を掌握した。フランス王は、自らが命じて、本物の部隊を動員し、建物の上から下までを破壊させた。1384年には、エゲーズで9回火事が発生したが、そこには武装した500人の男たちと、1000人以上の住民たちがいた。エゲーズが復活することはなかった。15世紀後半。 人口が一時的に回復した。外からの攻撃に備えた防御壁のある病院が建設された。次の世紀には教会が拡張され、多くの建物が建てられた。多くの住宅には11世紀から12世紀にかけて作られたロマネスク様式の丸天井があり、ルネサンス時代の窓があった。19世紀は高く栽培や小規模な牧畜で、 相対的に農業が繁栄した。アルデシュ川を見下ろすラロック地区に、剣士の宝石工場が建設された。19世紀の終わり、フィロキセラ危機でブドウ畑が全滅した。20世紀初頭には二つの側面があった。エゲーズは第一次世界大戦で大きな犠牲を払った。出兵した健康な男性の一、三が帰らなかった。しかしながら、エゲーズにゆかりある。 ルーアン大司教、フュゼ閣下のおかげで、中世の特徴を保存しながらエゲーズは変わった。1915年頃、プラタナスを植林し、ルーレットの一種であるブールを開発し、教会を改修した。古い漁業の集落ボリアンの遺跡が立つ、カステラスからアルデシュへと続く道、エスカロの修復も行われた。1905年以降、ブランシスリ地区で、 吊り橋がアルデシュガーにかけられ、エゲーズとサンマルタンダルデシュがつながった。2016年時点のコミューン人口は214人で、2011年時点の人口より4.04%減少した。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたものそれ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。